どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日も100均のアホゲバームがいい仕事をしてくれてます。はい、今日の動画は来週今週発売されるダッシュフロックムックまとめということで、4月8日から14日までに発売される1週間分でございますね。ダッシュフロックとムックをちょっとちゃかたかご紹介しようかなと思うところでございますけども、ちょっとピックアップでね、それ以降に発売されるやつ、なんか新しく発表されたやつとか気になるやつとか、そういうのも4月8日から14日までのご紹介の後に追加情報もございますので、そちらもよろしければご覧いただけたらと思います。今週はあれやね、スイートさんがあるからね。まあまあそれも含めまして、どういうものが発売されるのかご紹介していこうと思います。ということで、まずはこちら。はい、まずはこちらでございます。4月9日発売となっておりまして、オナマックス5月号フロコがですね、なんが荷物が取り出しやすい12ポケットショルダーバッグということなんですけども、前にも出たなんがさんでございますね。いつも言っておりますけども、あのカーブがね、下のこのショルダーバッグのカーブがね、前に出たやつはちょっとこっちがちょっと急なカーブで、こっちがちょっと緩やかなカーブやってんやんか、あの左右非対称だったんですね。それで宝島社さんのそのフロコ問い合わせ先に電話をしたんですけども、担当さんがね、その手元にある商品も同じようなカーブですねっていう風におっしゃられててんやんか。だから全体的にうーんっていう型紙やったみたいやねんけど、今回どうなんやろ今回のこれはどうなん、形がね多分一緒なんですよ。だからカーブがね、ちょっとうまいことなってたらいいんですけどねという感じのものとなっております。そこがちょっと不安ですけどもね、あの左右対称にせめて作ってほしいと思うところでございますね。はい、続きましてこちら、4月9日発売となっておりまして、ビーパル5月号フロコがですね、ドラえもん折りたたみコンテナということで、ドラえもん大好きマンの方ね、コメント欄で何名かお見受けしますけどもお値段がやね、なんか今まで出たことあるコンテナのやつとだいたい同じサイズ感だと思うんですけど、まあ、お値段1300円だったらば、コンテナやったらまだ安い方だと思います。なんかね、あのムックで出たことあんねんやんか、2000なんぼとかで、宝島社さんでね。あのビーパルさんは宝島社さんではないんですけど、このコンテナ系今まで付録で出たことがあるねんよ。まあ1300円以上はしたと思う。割とちょっと高めの設定やったと思うねんけど、その後にムックで出だしたんですよ、2000なんぼで。もうそれはちょっとおかしいやんか、値段倍になってるし、サイズ感も同じやねん。おかしいおかしいおかしいって去年ぐらいなってたんですよ。なのでビーパルさんは付録で出してくれるというところは割と良心的というかね、気になって購入したいよっていう方はいいんじゃなかろうかと私的には思うところでございます。はい、続きましてこちら、4月9日発売となっておりまして、これすごい気になるんですけど、ミニボーロクリアポーチブック、このね中にねボーロみたいなやつ入ってるんですよ。え、多分入ってるよねこれね。でも取り出しはできませんって書いてあるので、前もご紹介したんですけど、ビニールとビニールの間にそのボーロが入って、ここはなんか物を入れるとこみたいな感じで、取り出しはできないようにはなってるんじゃなかろうかと思うんですけど、でもなんか見た目すごい可愛いなと思ってちょっと気になっております。はい、続きましてこちら、4月11日発売となっておりまして、英国伝統チェック柄トートバッグブックということでございますね。こちらに関してはね、あのなんかブランドタグみたいなのがついてるんですけど、ブランドさんは乗っかってないのではなかろうかと私的には思うんですけどね。どうなんやろう、セントオブブリティッシュって書いてある、なんかそういうブランドにされているんかな、分かれへんけど、なんか宝島社さんでそういうブランドを作られたんかな、分かれへんけど、この辺ちょっとねふわっとしてるんですけど、だからまあ宝島社さんが作ったブランドではなかろうかと思います。この情報を見る限りは3289円っていうお値段はちょっと高めかなって思うところではあるねんけどね。まあチェック柄がお好きな方はいいと思うねんけど、割とちょっとチェックではあるけども、作り的にはシンプルかなと思うバッグでございますね。はい、続きましてこちら、同じく4月11日発売となっておりまして、ムーミン公式ファンブック2024整理ができる A4 も入る仕切りトートバッグということでございます。この子はショルダーバッグね、手持ちバッグっていう感じだと思うんですけど、お値段が3289円か。まあムーミンさんっていう一応そのキャラではあるけども、ブランドが乗っかってっていうことだとは思うんだけど、なんやろ、付録でありそうやん、この形ありましたやん、その中がさこう区切られてるやつ。だからムックでってなると、え、サイズ感的にもさ、この間出た付録と、あのほらこれ、このポションのさバッグと中がこう激似だったりとかするので、この仕切られ方とかね、素材感ももしかしたら違うんかもしれへんけど、お、いや素材感も似てるな、これ中ツルツルやもんね、プラチついてない感じじゃないかなと思うから、いや分かれへんな、写真では分かれへんけど、でここポケットついとってやで、全く
同じじゃない。付録やったら1000円台で売ってたりとかするじゃないですか。ムーミンさんが乗っかってっていうところではあるとは思うねんけど、それでも3200なんぼはちょっと高すぎやと思う。むしろ誰が買うんだい。ちょっと高いかなって私的には思うところでございますね。はい、続きましてこちら、同じく4月11日発売となっておりまして、ムーミン公式ファンブック2024たくさん入る 2way ショルダーバッグバージョンということでございますね。先ほどのバッグのショルダーもついてますよっていうバージョンとなっております。まあ、これはなんか形が違うから可愛らしいなと思うねんけど、こちらも3289円。どうなんやろうね。でもさっきのバッグさ、保証のバッグと一緒じゃない。この子はまあちょっと形が違ったりショルダーがついてたりとかするからまだって感じだと思うけど、まあどちらにしろね、あのムーミンさんがお好きな方っていうのはまあいいかなと思うんですけど、そうでもないよっていう方はわざわざ買うほどでもないかもしんないね。そのブランド的にもお値段的にも。はい、続きましてこちらでございます。やっと来た4月12日発売となっておりまして、スイート5月号通常版、付録がですね、ジルバイジルスチュアートマルチトートバッグ、スカーフ、ハート型ポーチ3点セットということでございます。これもね、一押しというかみんながすごい気になってるナンバーワンだと思うんですけど、お値段ね、雑誌の割には高い1650円しちゃうんですけども、バッグのクオリティがさ全然問題ないんやったらお値段気になりませんっていう方もね、コメント欄でいらっしゃったりとかするので、雑誌の値段としては高いけど本気出してきたなっていうのをすごく感じるバッグとなっておりますね。これは今月のあたりであってほしい。なんか先月さ、特価さんがすごい人気で、でもウッドコの近所の本屋さんまだ特価さん売っててんけどね。そんな感じでさ、月1個ぐらいさ、なんかあの気合い入れた付録が毎月出てくれたらいいのにと、このご紹介するチャンネル的にはね、思うところでございますけども、こちらに関してはですね、4月11日にあの関西なので1日早く店頭に並ぶのでね、4月11日のできるだけ早い時間に動画にしてこのチャンネルでご紹介するようにしますので、4月12日は全国的な発売日ということでね、関西はちょっと1日早いのでそれを利用してですね、早く皆さんにいち早くご紹介しようかなと思うところでございますので、4月11日ね、楽しみに待っていただけたら嬉しいなと思うところでございます。はい、続きましてこちら、同じく4月12日発売となっておりまして、スイート5月号増刊版、増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、付録がですね、ジルバイジルスチュアート三日月ショルダーバッグということでございます。ジルさんのさ、三日月ショルダーまでさ付録で出してくれるって、もうなんか5年前ぐらいにタイムスリップしたんかなっていうぐらいね、僕的にはあげーでございますけど、ただお値段は1650円、割としちゃうよねっていうところではあるけど、ジルのバッグがついてくると思ったらむしろ安いっていうね、コメント欄でお答えもたくさんいただいてて、なのでまあ大人気なのではなかろうかと、我的には思うところでございますね。綺麗で貼ってほしい、頼むから頼むからちゃんとした商品であってほしい。こればっかりはね、開けてみないとわからないっていうところではあるとは思うんですけど、こちらに関しましても先ほども言いましたけど、4月11日1日早く関西は店頭にございますので、そちらでちゃんと開封レビューをしてね、11日中にちゃんと動画にしますので、そちらを楽しみにご覧いただけたらと思うところでございます。いや、綺麗であってほしいね。なんかいろんなところね、一応こだわってくれてるみたいから大丈夫やと思うねんけどね。はい、続きましてこちら、同じく4月12日発売となっておりまして、ミニ5月号付録がですね、ハローキティ5つの内ポケットが優秀ビッグポーチということでございます。でっかいポーチがついてくるんだよね。この柄がさ、割とクラシックな感じ、赤に青ってなんかすごいこうチカチカする感じではあんねんけど、このキティちゃんのお柄とかいろんなお柄がしっかりと入ってくれている感じでございますね。サンリオの人気キャラクターたちがハローキティのアニバーサリーイヤーをお祝いしていますということでございます。可愛らしいよね。まあ、色味がね、いかんせんチカチカじゃないですか、赤と青やからさ、だからそこがお好きな方はいいんじゃなかろうかという感じのポーチとなっておりますね。はい、続きましてこちら、4月12日発売となっておりまして、小学1年生5月6月合併号ということで、付録がですね、なんかドラえもん付いてますけども、ドラえもんフルピカお掃除タイムマシン高1オリジナルジャポニカ学習帳国語ということでございます。これお掃除マシンなん、すごいやん。え、お値段1870円って、高っ。あの卓上掃除機ですかこれは。え、でもちょっと欲しいけど、うん、なんか消しカスをお掃除してくれるって書いてる。でぶつかるとくるっと回転みたいな、なんか自動で進んでなんか掃除してくれるみたいなもんやから、まあ、そう考えたらね、1000円以上っていうか1870、まあ高いっちゃ高いけど、まあ、してもしゃあないんかなってちょっと思うところではございますけどもね、意外と優秀なんかな、どうなんやろ。はい、
ここからはですね、4月5月に発売されるちょっと気になったやつであったりとか、追加情報であったりとかをちょっとピックアップでご紹介しようと思います。はい、まずはこちら4月23日発売となっておりまして、ゼクシー6月号300円でございますね。前回もご紹介しましたけども、ジルスチュアートさんのエコバッグとポーチがついてくるということでございます。ゼクシーさんだけなんで安いんって思われる方もいらっしゃると思うねんけど、ゼクシーっていう雑誌自体が多分広告費で成り立ってると思うねんやんか。だから300円っていうことやと思うねんね。とはいえ、まあ雑誌のお値段だんだん上がってきてるじゃないですか。なので300円でエコバッグ、しかもジルスチュアートさんのやつゲットできるんやったらええんじゃなかろうかということで、言うて安いに越したことはないからね、気になる方はゲットしてみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、続きましてこちら4月26日発売となっておりまして、ルミエルドジェニ多機能ショルダーバッグということなんですけども、ルミエルドジェニさんっていうのが宝島社さんが作ったブランドさんの推し活ブランドなんだって。にしても3800円はちょっと高いのではなかろうか。要は宝島社さんが作ったブランドではあんねんけど、そのブランドさんのじゃあお洋服が売ってるかって言ったらそんなことはないと思うねんね。なのでまあ自社ブランド、要はまあノーブランドみたいなものだったりとかするので、ブランドタグはついてますけども、それで3800円はいかんせん高いのではと僕的には思ってしまうところではあるけども、ただシンプルで使いやすいポシェットではないかなとは思います。はい、続きましてこちら4月30日発売となっておりまして、アンドロボームック、便利なポケット付きたっぷり入るおしゃれブラックトートということでございますね。これパンドロボーさんなんで取り上げたかって言ったら、お値段見てください、安いんですよ。2695円やで。もうここだけ何年か前にタイムスリップしてませんか、値段だけ。こんなでっかいショルダーバッグが付いてこのお値段、パンドロボーさんは毎回めっちゃ安いねんよ。でも素材がいけてないとかそういうことではないと思うねんやんか。でもね、このパンドロボー角川さんやわ、宝島社さんじゃないんですよ。だから安いんかもしれんね、ワンちゃん。でこのさ、そのクオリティ分かれへんよ、あの宝島社さんとまた違うからさ、出版会社さんが。やねんけど、パンドロボーは毎回安い。そならさ、角川さんそのお値段でムックとか出せるんやったらば、もっといっぱい出してきてほしい最近も3800円とかもう4000円とか行き出して、もうえげつないから、ちょっと角川さん、出版会社さんがね、角川さんなんですけど、角川さん頑張ってほしいなって思うところでございますね。高すぎやもん、2600円で出してきてくれるのは本当に嬉しい。はい、続きましてこちら5月7日発売となっておりまして、ちょっと先の話になりますけどもね、5月になっております。ムックでございますね。ミステリアスキルティングポーチブック、プロデュースバイ三上ゆわさんでございますね。いや、めっちゃ可愛い、わかる、めっちゃ可愛い。もうこだわったね、その形も色も、あとなんかプレートもついてたりとか、いろいろもうモリモリにこだわってらっしゃるから、このお値段なんかなって思うけど、ちょっと高いよね。ポーチで4800円やったらさ、ブランドさんのポーチが買えてしまったりとかするので、まあファングッズだったりとかすると思うので、三上ゆわさん可愛いファンですっていう方はいいと思うねんけど、お値段が割といっちゃってるなっていうところではあると思いますけどもね。ただまあ素材とか、あと作りとかね、すごいこだわってくださったんかなと思ったりとかするから、それでかなっていうところはあんねんけどね。ただちょっとお値段がいかんせん5000円ですぞ、もうすぐ。そんなに値段上げちゃったらどうするっていうところだったりとかするんですけど、まあでもこのデザインであったりとかね、三上ゆわさんがお好きな方はいいんじゃないかなって思うところでございます。はい、続きましてこちら、これ昨日ご紹介したところやけども、5月7日発売となっておりました、大人のおしゃれ手帳6月号。ロゴがですね、ハウスオブロータス、クリエイティブディレクター桐島かれんさん監修、トリプルスマホポシェットということでございますね。スマホポシェットもいらーんって言おうかなって思っててん、ちょうどなんやけど、このレモンタンが可愛い。ベージュにレモンとか超可愛くないですか。お値段1400円。いや、いけるいける、そのぐらいの値段ならまだギリ。3つついててやったら可愛くないですか。ムッククオリティじゃないんかなって、こう写真で見る限りはね思うんですけど、ただまあこれもね、開けてみないとわからない、いかんせん付録に関しては特にね。なのでまあ写真で見ていい感じやけど、どうかなっていうところではあるけど、ただまあ全合皮だったりとかすると思うので、そこまでクオリティもね心配はなかったりとか私的にはするんですけどね。すごい気になる、可愛い。はい、続きましてこちら5月9日発売となっておりまして、でっかいなモノ文具ブック、モノ消しゴムビッグなぬいぐるみということでございますね。この間のあの出ましたね、ぬいぐるみシリーズ、チーズ蒸しケーキのぬいぐるみがございましたけど、あのミーコの横にね置いて写真とか撮りましたけど、ツイッターでねミーコでかい言われて、それのモノ消しゴムバージョンでございますね。昔ね、あのモノのなんかポーチがあったんですよ、あの消しゴム型のポーチね。ほんでそれ何年か前やけど、あの自転車をですねネットで購入したんですよ。ほんなネットで買ったからバカでっ
かい段ボールに入って届いてやな。で、その段ボールを床に敷いて、ほな、みーちゃん段ボール好きやからさ、にゃーんって転がんねんやんか。で、その横に、物の消しゴムを置いて、要は段ボール自体もでかいやんか。ほんで、物の消しゴムもでかいやんか。だから、みーこちっちゃく見えへんかなと思って、それで頑張って写真撮ったことありますけどね。前の物さんの時ね。今回第3弾ということでね。いや、でもこういうさ、ちょっと、あ、なんか気になるっていうね、このシリーズ出してきてくれたらいいんじゃないかな。このぬいぐるみシリーズ、いろんなねブランドさんだけではなくてですね、文具会社さんとかもそうやし、食品会社さんもそうやし、なんかいろいろ出してきてくれたら楽しくなるんじゃないかなと私的には思うところでございます。はい、お疲れ様でございます。まあ今日はね、さすがに短めか短めな動画かなと思うんですけど、ちょっとね、まだ出せてない動画もたくさんあったりとかして、ちょっと撮影が追いついてない今日この頃でございますけどもね、一昨日動画出して昨日動画出してないんですけど、なんかいつもやったらさ、なんか用事で出かけててとか、ちょっと立て込んでてとか、そんな感じだと思うねんけど、昨日なんか普通に疲れてて、ちょっと休もうと思ってね、死ぬほど寝ました、昨日。めっちゃ寝た。たまにはちょっとオフも作らんといかんね。なんやかんや日々用事に追われててやね。私からするとですね、お化粧しない日っていうのが、オフデーみたいな感じなんやんか。化粧せんでいい、イコール外に出なくていい。まあ、プラスアルファ、こう、外に出なくていい。プラスアルファ、まあ、撮影もなくて、何もなくて、みたいな感じの日が完全オフというか、もう何もしません、みたいな。結果ご飯作んねんけど、結果洗濯物もすんやけど、まあ一応オフでみたいな感じでね、自分で位置づけてたりとかするんですけど、かれこれどんくらいやろうな、まあ1週間か2週間ぐらいその化粧をしなくていい日っていうのがなくって、最近ずーっとなんか化粧してねんか日々やったから、昨日はもう完全オフで、もうすっぴんのまんま、汚いまんま、ボローンみたいな感じでいたんですけど、1日やっぱりちゃんと休みを取ると回復するもんやね。やっぱり休みとか大事ね。ちょいとまたね、いつものごとくコメントを読ませていただけたらと思うねんけど、コメント読ませていただいててんけどさ、メイクパレットは良かったけど、ムーミンのポーチがちょっと残念やったよねっていうコメント割とたくさんいただいたかなって思います。縫製がね、なんか私のやつもちょっと歪んでたとか、ちょっと買うのは見送りますっていうコメントだったりとかね、そういうの割と多くいただいたかなと思うねんけど、私的にもデザイン的にはめっちゃ好きやったからさ、なんかミントブルーというか、まあブルーやねんけど、で中がピンクみたいな感じの色合いとかさ、色合わせとか柄とかがさ、ムーミンさんいつもめっちゃ可愛いやんか。なんかすげえ可愛いって写真で見た時は思ってんけどね、もう付録はほんとね、開けてみないとわかんないんですよね。あと、レモン可愛いって書いてくださってる、先ほどもね、ご紹介したレモンのやつ。スマホショルダーね。スマホショルダーはそんなもう、いらんよ、お腹いっぱいよっていう方たくさんいらっしゃるねんけど、デザインが可愛ければいいよっていうね、お声も何件かいただけたかなと思います。あと、心のさんこんばんは、竹尾菊池さんのお財布が欲しかったけど、お値段が却下だな。スイートのバッグは買えるかなみたいな感じで書いてくださってるんですけど、ありがとうございます。竹尾菊池さんのさ、お財布がね、多分4300円とかやったっけ？前回の雑誌付録の追加情報みたいな感じのやつでお伝えしたと思うねんけど、割とお高めなんよね。ただ、普通で買ったら、竹尾菊池さんのね、普通の商品で買ったら、1万から2万ぐらい、だいたいまあ2万弱ぐらいのお値段しちゃったりとかするから、お財布が。で、長財布ってなったらまあそのぐらいするのはわかんねんけど、なんかちょっと高いよなと。長財布2000円時代とかに戻ってきてくれたらいいね。なんか、無理か、もう無理か。まあ、ギリ3000円とかじゃない？ 3200 円とかもうギリギリじゃない？それ以上になってくると、長財布でね。だってさ、付録で長財布出るもん。だってさ、この子もこの子もさ、長財布付録やし、まあ、その分ね、やっぱりそんなに厚みはなかったりとかするけど、中に物詰めたらね、詰めるっていうか、まあ、お札やら、レシートやら、小銭やら、カードやら、入れたらある程度膨らむと思うねんけど、このクオリティでさ、付録で出してきてくれたりとかするから、1000円台だよ、だって。1000円台って言っても1900円とかじゃなくて、1300円、400円、500円、そのラインやったと思うねんか、この子たち。1400円前後とかやったりとかするやんか。これさ、この2つはムックでございますけどもね、3000円前後ぐらい、3200円とかそのぐらいだと思うんですけど、ムックやからね、クオリティが上がるのはわかる。わかるけども、まあ、この子はちょっと使い勝手が微妙っていうお声はすごくたくさんあったやつじゃねえけど、でもまあクオリティ的には問題なかったやつ。かっこよく持てるかな。もうこの子に関してはさ、すごいブランド感があるから、クリスチャン・オリビエさんね、クオリティが良い方。なので、まあまあまあっていう感じだと思うねんけど、だからこのぐらいのクオリティをぶっ放して、特にね、このぐらいのクオリティをぶっ放してくれるのであれば、まあ、3200円って言われてもまあまあまあそのぐらいしちゃうよねっていうのは分からんでもないねんけど、ただまあ私いつも使ってるお財布とかってほとんど付録なんですよね。ムックじゃなくて付録の方。付録で十分使えたりとかするから、年単位とか全然使えるからって考えると、やっぱりもうちょっと値段の設定をなんとか、この物価高騰で申し訳ないですけども、ほら角川さんはさ2600円でバッグ出せるわけやんか。そうなってくると不可能ではないよねっていうところでもうちょっとお安
すくしてくれたら嬉しいなって思うところでございます。そうじゃないとさ、もうムクとかフロクとかのさ、需要がもう減っちゃうよ。減っちゃったらもう先細りになる一方やから、もうそもそもね、ムック授業をもうやめましょうと、やめるというかもう先細りにしようと、もうちょっとにしよう、そんなになんかいっぱい作ってもしゃあないしみたいな感じで、ちっちゃく拡張していくよっていうのであれば別に今の路線で問題ないと思うねんけど、もっともっと増やしていこうと思うのであれば、もうネックはお値段やから、もうそこだけやから、そこはちょっとね、お安くしてほしいなと思うところでございますけどもね。あとね、前回やっぱりご紹介したね、ムーミンのブルーのポーチご購入された方が、私のやつも全体的にいびつな気がします、雑誌の見本とは違うので変えてもらおうかなって思います、柄が好きなので残念ですね、ポケットティッシュを入れて形を整えてみたけれど無理でしたということでございますね。あれはでも元々のもう形というか縫製というか、布と縫製する工場さんとなんか全ての相性が悪かったと思うねんか、だからボコボコボコしちゃった感じかなって思ったりとかするんですけど、まあ、可愛かっただけにもったいない。多分裏地を変えるなり、表のジャガードをもっと分厚いジャガードにするなりしたらちょっと回避できたんじゃないかなって思ったりとかしますね。ココロンちゃんお疲れ様です、星が丘って書いてくださってんねんけどさ、これ星が丘ネタね、これご存知の方いらっしゃるかもしれへんねんけど、私ライブ配信しますって言って、なんかその時パソコン壊れた時かな、去年夏ぐらいパソコンがぶっ壊れて、まあ、何年かに1回あるわけですよ、パソコン壊れて動画出せへんみたいな感じになってやな、でライブ配信で携帯でライブ配信でなんとかご紹介しようみたいなことがあったんですけど、その時やっけ、その時やったっけな、何やったっけ、普通に携帯でライブ配信しようと思って、まあなどの時か忘れてんけどさ、なんかよろしくお願いします、ライブ配信しますみたいな感じに、星型、普通の星型にちょんちょんちょんってついてる絵文字っていうか、なんていうの、星型のまあ文字ね、黄色の絵文字をつけてんやんか。ほならそれがなんかその文字の名前みたいのあるやんか、それに変換されて星が丘って書いてあって、その絵文字のことが星が丘って言うねんって、なんか名前やねん、それが星が丘っていう名前らしいねんけど、ほならそれでライブ配信しますって言ってやってたらさ、コメントでさ、ココロンちゃん住所出てるよってすごいいっぱい言われて、何じゃ住所ってみたいな、銀住所出るとかあるとか思ってめっちゃ焦ってさ、ええと思って見たら星が丘ってなってて、はみたいな、何これみたいな、大丈夫、星が丘には住んでないよって言ってね言ってたんですけど、私がよくねツイッターとかでもよく使うこの絵文字がとりあえず名前が星が丘っていうのでね、それで星が丘ネタを言ってくださってんねんけど、ありがとうございます。いつも自転車ビュンビュンの人たまに本当に危なくて怖すぎますね。最近バイクみたいなタイヤの自転車の人ドヤ顔で歩道を走るのでびっくりするのでやめてほしいですみたいな感じで書いてくださってますけども、これ私もあるんですよね、自転車がさ車道走らなあかん、それはわかる、それはわかるけど、なんか歩道を走りたい気持ちもわかんねん、だって車道走るの難しいやん自転車、私外歩くときさイヤホン勢なんですよ、でイヤホンしてると後ろからさ、だいぶ前も私この間もあったんですけど、チャリ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 ってめちゃめちゃ鳴らされてたみたいで、イヤホンやから気づかんくてさ、すごい近くになってはって気づいてんけど、自転車が後ろから来ててどけみたいな感じで、めちゃくちゃにあれチャリチャリ鳴らしててさ、あーすいません気づかなくてみたいな、こっちがすいませんみたいな感じではって避けてさ、チャリがお前どけよお前みたいな感じでバーって行った時に、いやここ歩道よなみたいな感じで思った経験はあったりとかすんねんやんか、だからまあね、でもまあちょ危ないもんね、お子ちゃんとか乗せてらっしゃる方もいらっしゃるしって考えると、ちょっと車道より歩道を走りたい気持ちもわかんねんやんか、まあルール的にはね、それは車道走らなあかんねんけど、なんかうっとことかさ、もう田舎やからさ、あんまり誰も通ってない道とかもあったりとかするんですね、もうそういう道とかやったら別にいいんちゃうかなと思ったりとかするんですけど、ただその私がその行ってる道っていうのは割と歩行者まあまあいる道やったりとかするから、そういうところに自転車で入ってくるっていうのはマナー違反じゃないかなと思います。もう見るからに誰もおれへんとかやったらぶっちゃけいいんちゃうかなって私的には思うんですけどね、まあ、よくはないんか、まあ、ルールはルールやからね、本当はよくないねんけど、やったらまだしもってことですよね、歩いてるのにビヨンって横を横切られたらびっくりしちゃう方もいらっしゃるだろうし、私みたいにイヤホンつけててさ全然気づかへんのにびっくりしたっていう方もいらっしゃるやろうから、その辺難しいですよね、だからまあ基本的には車道走りましょうっていうことなんやろうけどね、お気持ちわかるやから、もう後ろからチャリチャリ要されまくったことが、後ろのさそのチャリもさ、お前はよどけやみたいな感じでめっちゃ思ったんやろうけど、いやイヤホンしとんのよみたいな、まあイヤホンもあんまり良くないかもしれへんけどさ、まあ、お気持ちはすげえわかります。あとね、スマホ帽子はもういりませんと叫ぼうと思ったけれど、スマホ帽子はいりませんと叫びましょう、いりませんと私が言ってたんで、で叫ぼうと思ったんですけど、霧島カレンさんに弱いね、ハウスオブロータスの万能ポーチは今も使っていますが、見るたびにテンションが上がります、さてよかった付録のベスト3に入ります、いつもありがとう、元気が出るよ
よということでありがとうございます。そうやんね。やっぱりさ、その気に入ってる商品ってさ、ずっと長いこと使ったりとかするやんか。バフロクであれ、ムックであれ、普通の売ってる商品であれね。そういうのに出会えた時ってほんまにテンション上がるし、日々のそういうちょっとしたものがさ、お気に入りってすごい大事よね。いいことやんね。で、こと付録に関しては、なんか売り切れちゃったらもう二度と会えんかったりとかするからさ、バックナンバーで割と長いこと変えたりとかすんねんけど、それも売り切れてなければ、在庫があればバックナンバーで、宝島社さんのホームページでね、あの昔と付録っていうのも変えたりとかするんですけど、ただまあ、なんやかんや売り切れたりとかはするやんか、物によっちゃ。その欲しいやつに限って売り切れ早かったりとかするから、とかなってくるとやっぱり、付録とかムックとか特に出会いですからね、いい感じに出会えたらずっと使えるし、テンションも上がるしっていうところでね、いらんと思ってたけど、やっぱり気になるなみたいな感じで思われてる方もいらっしゃるのかなと思います。あとね、ココロンさんおはようございます。ローソン限定のバッグを買いました。ココロンさんの動画見て、この物価高騰の中、いろんなムック本と比べて買う決意をして、実際に使ったら良き良きで良かったです。ありがとうということでありがとうございます。まあ、そんな感じでね、まあ、こんな時代でございますから、動画を見てね、参考にしていただけたら、絶対これいけるやろって、例えばスイートとかさ、ジル・スチュアートさんね、意外とこれ開けてみたら、どうなんていう内容にはなってほしくないよ。でもその可能性もあったりとかするからね。できれば動画で確認してくださったら嬉しいなと思うところでございます。がっかりしないお買い物をね、皆さんにしていただけたら嬉しいなと思うからさ。ちょっとでもね、お役に立てる情報をね、発信しないと意味ないからね。ココロンさんの小話めっちゃわかる。今妊活してるけど、正直子供ができたとて、やっていけるとは思う。けど年齢的にもういい年やし妊活してる。もっと国が考えてほしいですよね。ということでありがとうございます。そうだね。さ、なんかほら、あったじゃないですか。コロさんのさ、使途不明菌、ある程度ね、そういうパンデミックとかが起きたら、使途不明菌っていうのが出ちゃうのも、まあ、しょうがない。しょうがないとは思うけども、それと、なんかに割かれた予算とか、なんかそんなんで、トータル何十兆円ぐらいあったりとかするんですね。僕たちの感覚で換算したら、どのくらいのものなのか。というとですね、ちょっと、ちゃんと計算してないから、当てるかどうかわかんないねんけど、大まかに言うとね、子供が毎年75万人ぐらい生まれるじゃないですか。日本という国はね、少子化でね、その新しく生まれてくる子供たちに一人一人じゃあ1000万ずつあげましょう。今もうすでにさ、子供おりますよっていう人には還元されへんけども、今から産む人に一人ずつ1000万ねって配れるぐらいの予算なんですよ。えぐくない？そう考えたら。あと別の計算もあって、消費税を 0% に何年かできる、消費税 0% にできますよっていうのがその何十兆円っていう予算なんだって。それがイコールなんだって。えぐない？もう一つ、幼稚園から大学まで、大学は私学は入らないけども国立大学、あと高校も、まあ、一律とか、まあ、何かしら公立系ねの学費、まあ、幼稚園からその大学まで今現在の子供たちの分全員無料、その3つのうちのどれかができる予算っていうのが、このコロさんで使途不明と、あとなんかしょうもないので使っちゃいましたの予算の合計とイコールなん。わかります？この国のヤバさ。これはさすがにもう、そのだからさ、なんかほらあったじゃないですか、何千万かね裏金みたいなでちょっとキープしてました、国会議員一人一人がキープしてましたとか、そんなレベルの話じゃないんですよね。裏で動いてるその大きい金額っていうのは。それでじゃあ財務省が謝るんかって言ったら一切謝らないでしょ。だからもうこの国は転覆もうとっくにしてるんかもしれへんけどな。もう年金制度からしてさ、本来はみんなから集めてこのお金をなんかまあだから一部投資したりなんかしたりしてちょっと大きくしますよと、国がお預かりしてね、大きくしてみんなにまた配当し直します、老後は大丈夫ですよねっていう本来は制度やったけども、全部使い込んでもた、国が。もう使っちゃって使っちゃって、だからいつの間にか、こう、現役世代がおじいちゃんおばあちゃんを助けるんですよっていうことになったんやんか。じゃあおじいちゃんおばあちゃんが払ったお金どこ行ったんってなるやん。その当時の、じゃあおじいちゃんおばあちゃんに払ってたんですよって国は言うかもしれへんけど、平均寿命今よりずっと低いんですよ。あと、その、ご老人のご高齢者の数も今より全然低いんですね。やねんけど、それを国は使い込みました。もうそれはもう 100% 事実なんで。で、それを、だから弁明も何もせず、現役世代がおじいちゃんおばあちゃんを支えるためのもの、これが本来の年金ですよ。何言ってるんですか、初めからこうですよみたいな説明をしてるでしょ。もうその時点で嘘やし、もう大分終わってるんじゃないかなって私的には思うところでございます。どうしようもないよね。いろいろ、その、なんか考えたらできることっていうか、その、当たり前のことっていうのを、やれば本来ね、もうちょっとなんとかなる部分って、今、その、もう転覆しかかってるというか、もうほぼ転覆みたいな感じではありますけど、こっからでも本当だったらやり直せる部分ってたくさんあると思うんですね。でもそのためには、その、まあ、国が関わった、なんかようわからん子会社みたいな、おじいちゃんが代表やってるみたいな、要は天下り先
みたいな会社全部切らないとダメだし、その入札しますよ、これなんかこのねこう事業があって、この事業入札しますよ、じゃあ真ん中の会社が噛んで、でその下が噛んで、下が噛んで、下が噛んで、孫受けの孫受けぐらいが今になってるでしょ。やっぱりこの上のさ大企業しか利益が出ないようになってるじゃないですか。で消費税っていうのもほとんどは大企業に今流れてる状態、要は海外に輸出をする企業を支えましょうねっていうのが消費税の、まあ、大部分とは言わないけど、まあ、3分の1か半分か、まあ、そのぐらいは流れていると。だから社会保障に使ってるのってわずかパーセンテージ的にはすごいちっちゃかったりとかするんですよね、消費税って。だからそういうこう大企業を支えましょうっていうのは国としては必要なことかもしれない。だけどもそうするともうそこがいつまでも溜め込んで、しかもその大企業のさ株主に外資が入ってるわけじゃないですか。ほんなら日本人に回ってないよね。その大企業を助けたとて外資に株主に行ってるんですよ、海外の。なので日本の中でお金が回らないという状況が今のこの国の状況だったりとかするので、ざっくり言うとね。だからまあどうにもこうにももうそれ全部切らないと、全部生産しないと。でもそしたら多分あれでしょ、サクやられるでしょだからもうどうしようなり手がないよね。いろいろなパワーバランスがもうとりあえず今崩れてる状態だと思うので、もうどうしようもないと思う、マジで。まあでも僕たちにできることって言ったらやっぱりもう最低限選挙に行くことではないかなと思います。いくらやりますやります言うても、国政行ったらさ結局みんなもうあの何かしらの息がかかっちゃっているので、戦いようがないと思うねんね。もう例えば真っ当な人がおったとしてさ、それで行ったとてあんまり変化ないんちゃうかな。一人が生きてたとしても、もう革命的なことが起きないとこの国変わることは私はないと思います。こんなむちゃくちゃなことしとったら、むしろねようこんだけむちゃくちゃなことして転覆せんなこの国は、って。もうアメリカさんえぐいことになってるでしょ。あの格差がえぐくなっちゃってね、その物価高騰だから給料も高いよっていうのではあんねんけど、でもそれはやっぱりね、あのやっぱり賃金がすっごい安い仕事っていうのも存在はしてるんだって。ほんでその仕事にしかつけない人もいて、じゃあもう物価は高すぎて物買われへんや、家賃30万40万50万言われて住めへんじゃないですか。給料的にもう日本の給料と変わらんぐらいで生活してる人もたくさんいたりとかするから、アメリカって。そうするともうなんかめっちゃエリートっぽいサラリーマンやけど車中泊してるとか、もうそういうその家賃高い地域ではね、むしろそういうことがあったりとかもするみたいだから。けどこう、まあ、日本の問題というならばやっぱり給料が上がらないとっていうところやね。やねんけど、こんだけねすっちゃかめっちゃかじゃないですか、日本かて。これででもなんとか回してるっていうのはみんなの力やと思う。日本人がね本当に頑張っているからだと思うし、諦めんと、あと地道にねコツコツね、みんなが頑張って生活をしているからこの国はなんとか保っているだけ。上の人たちはもう悪さしかせんから、まともな人私ほとんどいないと思うんですね。おったって潰されるやん。だからどうしようもないなーって私的には思うところでございます。まあそのね、私のふんわりとした知識がですね、一応なんやかんや記事は読みまくってるから、まあざっくり言ったところでそこまで大きな間違いはないと思うねんけど、ざっくり間違ってたら申し訳ないねんけど、まあでもいろいろ読ませていただいているところと、あとみんなの声だよね。こんな風に今こんなんで困ってんのに、あんなんで困ってんのにって、いろんな人たちの困った声であったりとか、そういうのを見る限りではそんな感じかなと私的には思うところでございますね。これどうなるんだろうね。もうなんか莫大な財産か、莫大な影響力か、莫大な何かがないとこの国を変えることっていうのはできないと思う。だからせめてさ、せめてその日本ってあれじゃないですか、首相制じゃないですか、じゃなくってせめてなんかあの大統領選になれへんかなって。まあそこでも不正されたら終わりやけど、自分の国のリーダーさ自分たちの一票で選びたくない。あのアメリカの大統領選はいいなって私的には思うんですけどね。まあ不正されたら終わりやけど、それもね、そんなん言うたかで選ぶ人もおらへんのよね。選ぶ先の党もないっていう状態でしょ今。自民ガタガタやし、他もさなんか宗教やったりいろいろあるやんか。党なんか党の考え方がさ、なんかものすごいなんか変な方向向いてたりとか多いやんか。いかんせん普通の党、あの日本のために頑張りますっていう普通の党がないやん。もうって感じもどうすんのかなっていう、どうにかなってほしいな。でも僕はとっても日本が好きなので、この国をなんかまあ年食ってから思うことですけど、こよなく愛しているんだよね。この文化であったりとか、そらね、例えば職場おってさ嫌なやつおるかもしれへんよ。いやおるよそら、実際ね。そのミニマムで見たらさ、そのなんか嫌な人とかおったりとか、まあ、なんでこんなに行けずばかりなんやろうと思ったり、ただなんかこう話し合う人おれへんなと思ったりとかすんねんけど、国単位で見た時にやっぱりすごくこの国に生まれてよかったなと思うし、そのなんか神社とかさ、この間行きましたけど京都とか、なんかそういう文化もさもうずっとずっと残
ってほしいし、どうにかね今のままいい形でこの後もね、その10年20年と言わず30年50年後もこのまま残ってほしいなって思う文化がすごく多い国だったりとかするんだよね。だからもうなんせもう壊さんといてこれ以上ってすごい思いますけどね。まあまあまあわいがな言うとってももうしょうがないんかもしれへんけどさ、でもどうにかこうにか打開策っていうのはね、あの人が全員変わればいけると思う。全員変わってまともな、まだ毒されてない若い人であったりとか、もうおじいちゃんとかでもさ、もう頑固一徹この国を守るんじゃいみたいな熱い気持ちを持ったおじいちゃんとかね、ちゃんとしたとかにそう入れ替えしないと、あの世襲制とかも全 NG とかでさ、あの継ぐとか、あの国会議員継ぐとか意味分かれへんしなんで継ぐん会社でもないのにさ、なんで継ぐん、なんで息子さんが出てきてその地盤を継ぐとか全く意味分かれへんし、お前の地盤ちゃうしみたいな、みんなの地盤やし、だからそういうのも全部なくして綺麗に一回しないと、でもそんなんなったらさもうありえへんやんか。だからでなんか世界的にもなんかいろいろおかしくなってるでしょ。だからこのままもうどこまで行っちゃうんやろうって思うところでございますね。まあそういういろんな意味でもなんかこういうコミュニティでさ、ちっちゃいコミュニティかもしれんやけど、なんか私はこういう場所をやっぱり大事にしていきたいなって思うところでございます。まあさ、なんかあのちょっと政治的な話だとさ、 YouTube さんすぐ目つけてくるからさ、ちょっとあんまりあれやねんけど、まあ、でもいろいろ考えております。なんかニュース見てるとね、日々うわーこんなこともあってあんなこともあってってことはあれやんなって、じゃあ今度はこうなってああなってわーみたいな感じでね考えてたりとかするんですけど、でもやっぱりこう僕たち一人一人がそういう風に考えるっていうのは無駄じゃないんじゃないかなって思いますね。理解を深めたりとか現状を知ることっていうのはすごく大事だと思うので、まあ、その一人としてね、僕もいろいろ日々ニュースを漁っているわけなんだけども、まあ、僕たちの世代だけじゃなくってね、その一つ下の世代もね、もう一つ下の世代ものびのびと暮らせる国であってほしいなって心から願うばかりでございますけどもね、まあ、今日はこのあたりでということで、いつも本当たくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。